ニート70万人いるってテレビでやってた。マジか。でも配信者がさ、稼いでる人とかだったらさ、ニートって言えなくない？俺思うんだけど、さすがにサラリーマンより稼いでる配信者をニートっていうのは、若干無理がある気がするんだけど。そんなの個人事業主とかじゃどうなるんだよって話だよね。個人事業主だって、ねえ、自分が売り上げなければ、ゼロじゃん、ゼロなわけじゃん。お金ね、収入得られないわけじゃん。それがね、じゃあ多分、八百屋とかだってそうだよ。八百屋とかだって、もし八百屋って一個も野菜が売れなかったら収入ゼロでしょ。それが別に、インターネットになろうが、リアルだろうが関係なくない？そんなの。ちゃんと店を構えてるか、インターネット上で、取引してるかなんか、関係なくない？それ。なこと言ったら楽天市場とかね、アマゾンとかどうなんだよ、あれ。オークションとかだってヤフオクとかどうなんだよ、それ別に関係ないと思うんだよね、俺。どんだけ考え古いんだよ、そんなの。マジで。考え古すぎ。時代についてこれなすぎ、そんな、お堅い脳の持ち主は。ネットでね、稼ぐのがダメだったら、ヤフオクとかさ、まあ、ヤフオク以外にも、アマゾンとか楽天市場とかにあれ出店してるお店とかあるよね、ネットショッピング。あれもネットでやってるから、あれで稼ごうがダメっていう理論でしょ。実店舗を持ってなきゃ仕事じゃないなんて、そんなのありえないね。そんなのありえない。どんだけ頭固いんだよ。柔軟性なさすぎ、頭に。実店舗をね、持った八百屋は仕事で、実店舗を持ってないインターネット通販で野菜を売る人は仕事じゃない。おかしくない？その理論。ネット銀行とかもそうだよね。ネット銀行とかも店舗を持ってない銀行もあれは仕事じゃないってこと。そんな理論通るかよ。んなこと言い出したら、究極言ったらもうジャパネット高田の社長だってニートであんなこと言ったら。そうでしょ？あれだって実店舗持ってないんじゃないの？テレビショッピングとかさ。テレビショッピングなんかネットショッピングと大して変わんないじゃないか。さすがにジャパネット高田の社長がね、年商なんか何億って言っててさ、6億とかだっけ？ 3 億とか6億でしょ？それでニートだっていうの？なわけないでしょ。それは無理があるわ。とりあえずさ、なんかいろんな配信者のアンチはさ、ああだこうだわめいてないで、とりあえず、ね、その配信者の人生なんてお前の人生に一切関係ないんだから、ね、もうあんまりね、その配信者とね、ああだこうだ言わない方がいいよ、別にお前の人生に関係ないからね。そしてそんな文句を言って、ね、配信者が、生放送のね、知名度も大してないような奴らが、月収100万を稼ぐような世界になってきてるわけよ。じゃあお前らはああだこうだ文句ばっか言ってさ、それに対してさ、お前らはじゃあ月収100万稼いだことあんのかよ、仕事でさ。
ね、ギャンブルじゃなくてさ、もう嫉妬にしか聞こえないんだよね。じゃあサラリーマンがさ、ね、月頑張って20万30万稼いで、配信者がなんかちょっと遊びながら100万とか月収稼いで、俺はこんな頑張って月20、30なんで、なんであいつ遊びながら100なんだとかっていう、こんなのは仕事じゃない、認めない、認めたくない、いやーしょうもないね。そんなね、そんなやつらを妬んだりね、あんなのは仕事じゃないって言っても、それでああだこうだね言って文句言ってても、お前の人生何一つ良くなんないよ、うん、別にお前がね、その配信者が稼げようが稼げまいが、お前のね給料は変わらないから、お前が仕事を頑張らなければお前の給料には一切影響ないから、そんなことより自分が少しでも頑張って自分の生活を豊かにすることに時間を使った方がいいんじゃないのかな。ああ。ニコ生とフワッチがなくなれば、お前は終わりみたいなコメントあるけど、だったらまだツイキャスがあるじゃん。FC2 ライブとか LINE ライブとかさ、YouTube、まあ YouTube あれなんだけど、オープンレックとかも、まあオープンレックはわかんないけど、まだいくらでもあるからね、別に配信。仮にニコニコとフワッチが仮になくなったとしても、明日なくなったとしても、そしたら俺多分ツイキャス行くわ、次は。そう、ドキドキライブ、ショールーム。まあ腐るほどあるからね。てかむしろ今配信サイトで投げ銭ないところの方がないからね、むしろシステムを組んでない、投げ銭がないようなシステムの配信サイト、逆にないからね、もうどこも稼げるからね。